こんばんはミスチル考察系ユーチューバーのおわきちです今日はね キンのトピックを扱っていきたいと思います。そのトピックかというと、ミスター・チルドレンというバンドは、桜井さんの顔がイケメンだったから売れた説。これをね、検証していきたいと思います。まあね、結構長いミスチルファンやってると、まあ、アンチみたいな人から絡まないんですよ。え、君ミスチル好きなのつって。あの、桜井さんの顔が良くて売れた、あの、曲大したことないアイドルバンドが好きなの君みたいなね、言われ方するんですけど、まあね、そういうやつはね、基本ね、センスねえなと思いながら聞いてますし、まあそういうアホンダラどもはね、置いときましょう。まあね、結構ね、こういうコメントがね、多いんですよ。 うん。動画のコメント欄にも結構来ますし、その、桜井さんの顔が良かったからミスチラ売れたみたいなことを書く人たちが結構多いから、まあそういう意見もね、あるんだなと思いながら、まあその意見も認識しつつ、まあね、この禁断トピックについてね、僕3日見ば寝ずに考えまして、で結論が、あと出ました。うん。今日はそれについて話すんだけど、まあね、僕なりの結論、言います。えっと、ミスター・チルドレンというバンドは、桜井さんの顔がイケメンだったから売れたわけではないけど、 桜井さんの顔がイケメンだから人気だっていう部分も多少はあるよっていう結論ですね。うん。まあ僕最初にミスチ,のミスチルのアルバムを聴いたのはボレロなんですけど、ボレロっていうアルバムのジャケットにはメンバーが載ってないんですよね。で、僕ね、ミスターチルの桜井さんの顔をやっと知ったのって結構中学校入るぐらいで、僕昭和2からミスチル聞いてるんですけど、中学校ぐらいまで僕ミスチ桜井さんの顔知らなかったんですよね。 純粋にミスター・チルドレンの曲が好きで聴いてたから、その、桜井さんの顔とか別に興味ないし、そう、だから、正直言うと、知らなかったんですよね。だから、純粋にミスチルの曲が好きで聴いてたから、もう顔とか興味関係ないし、だから、僕はその、ミスチルの曲に魅了されて聴いてるわけだから、顔とか関係ないんですよ。だから、このミスチルは顔で売れたみたいなことは、正直、半分間違ってると思いますね。うん。半分間違ってるっていうのは、 半分正しいってことなんですけど、まあその正しい、半分正しいっていう理由を今からお伝えするんだけど、まあね、僕その、さっき言ったように、小学校からまあ中学校ぐらいまでその桜井さんの顔知らなかったんだけど、まあふとある日ね、ライブ映像みたいなの買ったんですよね。で、その、初めてミスチルのライブを見たんですよ。うん。もう今でも覚えてるんだけど、2007年のホームインザフィールドツアーの DVD をね、初めて買った DVD で見たんだけど、まあその時ね、 この人が桜井さんなんだって、かっけーと思い出したね。うん。やっぱりその、顔で売れてるバンドって言われるのも無理はないぐらいイケメンだと思いました。この男の僕から見ても。うん。だからその、その瞬間、その、初めて桜井さんを認識した日から、僕割と、その桜井さんのファッションとか、髪型とかを割と、あの、影響、そこら辺に影響され始めたのはその時期なんですよね。 うんだから、割と僕、ミスチルは9割近くはそのもちろん曲でね影,響され影響されたり、魅了はされてるんだけど、割とと1割はそう桜井さんの見た目とかビジュアルとか、かっこよさののに魅了されてる部分もはあるんですよ、1割ぐらいね。だから、そういう言われ方するのも、無理はないなと思いますね。でね、今の,この僕の髪型なんだけど、これね僕、桜井さんの髪型を意識して、この髪型です。美容師に 病室に行って、桜井さんの写真見せて、この髪型にしてくださいって毎回言ってるんで、だからこの髪型ね、変だなと思ってる人は、桜井さんの髪型変って言ってるのと同じだからだという感じで、それは置いといて、まあそんな感じでまあね、 そういう言われ方するのはね、まあ無理はないってのと、やっぱりね、もうね、宿命ですね。やっぱライブミュージシャンなんでね、ミスチルも。やっぱその、本気で曲で聴いてもらいたい、曲だけを、あの、聴いてもらいたいってなると、やっぱ顔隠すしか方法ないからね。やっぱライブ出るってなると、やっぱり顔出さなきゃいけないから、まあそうやって顔でね、桜井さんかっこいいっつってミスチル聴き出す人も、まあいてもおかしくはないし、うん。まあ、それは仕方ない宿命だと僕は思うんで、まあね、こういう言われ方してもね、まあ仕方ないのと、でもね、やっぱりその、 m r ルドレンがやっぱが曲でやっぱ魅了されてる、み,みんなをね魅了してるっていうのは、やっぱりそそののんてんだろうやっぱりその桜井さんって前、不倫したんですよね。これもうね僕が言わなくてもまあね多分事実だし。で、不倫してまいろいろいざこざがってあったけどもさ、のミスチのファンって今でも多いじゃん。だからその見た目のアイドル性だけで売ってたら、多分その不倫とかで、多分。 ファンは離れてたと思うしましてやアイドル性で売ってたら結婚した時点で多分ファンは離れていったと思うんですよだけどミスターチルドレンの曲が純粋にいいからその結婚しようが不倫しようが関係ないっつってファンは、えー、あのミスチ h i についていってたこのついていったわけじゃん、うん、もう30年間もさミスチルってもうやってるけどさやっぱりその曲がいいからみんなついてきてるわけじゃんだからその顔だけで売ってるみたいな言い方はまあね間違いじゃないよ もう全然そういうことはないとは言い切れないんだけど、あのー、顔だけで売れたっていうわけではないと僕は思いますねもうこれはもう断言できます、うん、だってもう顔だけでさ売っててさ曲しょうもないやつなんてさ僕は聴くつもりないしそんなんもう僕はもう本当にミスチュの曲が好きだ大好きだから聴いてるんですよ、うん、だからまあその説はもう、ね、仕方ないです言われそういう言われ方するのは仕方もないしでも間違っ100%間違ってるとも言い切れませんね、うん、なんでねまあもう もうみんなはね、そういうね、しょうもない奴らね、もう無視していいっす、もう。そういう奴らね。僕もまあしょうもないと思ってるんでね。まあそういうことは置いといて。うん、まあね、結論はまあ出せました。うん、そういう感じです。でね、最後にね、の僕の話なんですけど、僕もね、実は音楽やってるんですけど、まあね、僕も見た、見てわかる通り、イケメンなんですよね。だから正直ね、僕の曲を聴くときは、その、僕の顔がかっこいいから聴くとかじゃなくて、本当に純粋にね、その、僕の顔をあの曲の評価にね、え、ー あの対象にしないでくださいね。なんで、あの、皆さんね、僕の曲は、その、曲、重視で、その、曲を、あの、評価するつもりで、僕の曲は聞いてくださいね。僕のイケメンは全く関係ないんでね、音楽性にはね。うん、という感じで、皆さん、えー、こういう動画をね、えー、僕出してるんでね、はい、毎日ね、投稿するんで、えー、皆さん見てください。